こんにちは。美味しいものが食べたい。よしだよ。フレンチトーストってフライパンで焼くじゃないですか。これをね、油で揚げたらどうなるのかなと思って、ちょっとやってみましたよ。ほんなら、いこめやか。はい、それではね、まずはパンを、切っていきましょう。これね、だいたい厚みとしてはどうだろう、4枚切りぐらいの厚みだと思いますね。これをね、4つに切ります。はい、そしてね、よいしょ、このつけ汁じゃないな、卵液をね、作っていきます。まずは卵を1個割り入れまして、そこに砂糖を入れます。今日はね、がっつりスイーツの予定ですので、かなり甘めに作っていますよ。はい、砂糖がね、溶ければ OK です。そこへね、牛乳入れます。はい、バニラエッセンスを入れていきましょう。はい、ではね、シール容器にね、これ入れていきますよ。最初少し入れておいて、パンを並べたら上からまたかけていきます。はい、ではね、しばらくこれをね、冷蔵庫でもいいですし、別に常温でもいいですよね。しばらく置いておきましょう。はい、漬け込んでおいたフレンチトーストですけどもね、ほとんどこうやっておつゆが中へ全部吸い込まれてしまった状態になっています。そうしましたらね、衣をつけていきますよ。はい、卵をよく溶いてね、ここにまずは卵にくぐらせます。柔らかくて潰れちゃいそうですね。はい、ではパン粉の中へ落としてつけていきますよ。はい、ではこれをね、揚げていきます。ちょっとまとめて揚げた方がいいかな。先に全部つけちゃいましょうか。はい、ではね、これを揚げていきますよ。ちょっと一度に2つしか揚がらないですね。ミニミニフライヤーを使ってますんで。この揚げ方に関してはね、外側がカリッとすれば、中まで十分火は通るはずですんでね、あんまり
神経質になることはないと思います。はい、カリッと揚がってきました。ではね、盛り付けていきますよ。盛り付けるって言ってもねまあこれだけの話ですよね。はい、フレンチトーストフライ完成です。はい、じゃあね、早速食べてみますよ。いただきます。めっちゃうめえ。なんかめちゃくちゃ熱いです。断面がこんな感じなんですよ。もうトロトロです。美味しいものを食べてる時って本当に幸せですよね。おかわりしちゃおう。いやな、これもう一個食べちゃうかな。一個まだ残しててもね、食べちゃう。美味しかった。もうね、油で揚げてあるから多分くどいだろうな。4分の1切れでね、食パンの4分の1切れって、あれで、まあ、これでいう1個分ですよね。で1人前って僕考えてたんですけど、これ美味しすぎて4個ペロッといっちゃいましたねこれは太るわけです。はい、これね、あのダイエット中の方にはもう絶対おすすめしません。めちゃめちゃカロリー高いですからね。お砂糖もね、ちょっと多めに入れますよって言ったんですけども、ちょうどいいぐらいだったですね。フライパンで焼くよりもね、甘みはあんまり感じなかったですね。ただ感じないだけであってカロリーは必ずそこに入ってますからね、これはお気をつけいただきたいと思います。4個食べるなんて言語道断ですよねいいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。バイバイ。